めっちゃ仲良くなってる。グータッチしてるし。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。ではね、このザ・ラスト・ナイト・メリー、2動画でね終わろうと思ったんですが、まあ、せっかくグレート・エンド、真のエンディングが間近ということで、まあ、どうせなら3つ目撮っちゃおうかなと思って撮りました。はい、まだ本編見ていない方は、ワンコインディ、シャープ8の動画 1,2 をご覧ください。ではやっていこう。なんかグッドエンディングになって、前回アンロックしたなんかあったんだよな。多分そこから新展開があるはずだから、やっていこうと思ってるわけなんですが、さあどうなるか。まあ、一応読みましょうか。長い間走ってきましたと。迷っていると思うけど、今は止まることができない。ブルゾンチエミ、この森の影の中に怪物が潜んでいることを知っています。衰弱する一瞬を待っている。一瞬疑う。伝説を真剣に受け止めるべきであったと。受け取るべきであった。少なくとも最悪の事態は避けられたかもしれない。今呪われた怪物は私を追いかけていると。それは自分の母親の命を奪い、今はメアリーと呼ばれる7人の処女の血を良くしていると。どこか隠れる場所を見つけ、この怪物を止める方法を見つけなければならない。手遅れになる前に、怪物が私が捕まる前に、この悪夢に終止符を打たねばならないと。はい。母親に復讐をする殺人鬼らしいです。なんかそういう物語も全然把握してなかったけど。はい。で、これで、どうなんだろうな。とりあえずこれ、進んでるのかな。まあいいわ。一応セット。で、ここで、これを取ったんだ。うん、ここで取るこれが、なんかさ、アンロックされたんだよな。で、これは何かだよ、問題は。お、鍵、空。空に鍵がある。ここが難点だよ。これは川。鍵が川。それは見つけた。空。あ、違うわ。わかった。このマークの時にかざすんだ。そうしよう。この点々4つに20丸のマーク。戻ろう。そういうことだ、多分。このまま、ろうそく灯しても同じエンドが待っているだけだから。これでもない。あ、ここだ。うわ、めっちゃ、あ、なんか今変なやついたな。ちょっと待って、今変なやついたぞ。ちょっと違ったぞ、ここのやつ。でもここだよな、さっきのやつを待つか。お、お、なんか星が光ったよ。はいはいはい、これで。え、どういうこと？星は光ったね。あそこに光ってるよ、星。ここでもう終わってしまうけどな。ここで終わってしまったら多分ダメなんだろう。どうやってゲットするのかはわからないが、とりあえず鍵を。
ここでまずこれを使う。はいはい、そっす。そしてここでこれが光ってると。で次に、はいはい、わかったわかった、順番にやっていかないといけないんだ。 OK、 まずここで輝かせると。はい、でここでまた輝くと。でこっちに行ってまた輝くと。うん、でこっちかな。あー、こっちじゃなかった。え、次どっちだ。はい、あまりにも難しいので、攻略見ました。この通りに言ってください。ここでまずこれを開いてですね、はい、上、左、左、下、下、右、右、上、右、右、で下、下、で左、で左、で上、上、で右、左、右、で左、で下、下、で上、上、これで鍵が落ちる。はい、でここで拾うっていう感じらしいです。誰がわかんねえ、誰がこの攻略わかんねえ。なぜかはわかりません、なぜかはわかりませんが、こうやったら鍵取れますよっていう方法は入手したので、あとは適当に理屈をつけて皆さんもやってみてください。この手順通りに行けば鍵が取れるらしいので、はい。ね、こういうなんか難解な、謎解きがあるんですよね。誰がわかんねんっていうね。結局、自分もなんでこれが正解なのかっていうことを、がわからなかったです。ただ、一筆書きかなっていう感じはしますけどね。一筆書きの方角に進んだら、なんかなるのかなとか思ったりなんかして。はい。多分で、これ、この鍵が、ここなんでしょう。はいはい。で、実績ノック解除しました。で、これをまた、使うってこと？これ茶碗みたいになってるけど。これ茶碗かな？これをどこで使うんだ？あ、ここに置くんだ、最後。茶碗になってる。そういうことか。で、鶴エンドになるんだ、多分。よし。あ、忘れた。焼き、穴落ち、焼き網鳥だ。首吊り、で、殴られた人、殴られた人、で、太った人、こうだな。確かこうだったよな。忘れたわ。こういう感じで。よっしゃ、来た。さて、やりましょう。来
来た。親愛なる日記様、私はクリスピムの伝説を探しました。それは地方の漁師、川の小さな家で彼の母親と一緒に暮らした貧しい男の子の伝説。釣りと仕立ての達人でしたが、彼には問題があった。彼の父親のクリスピンはアルコールによる結果として非常に攻撃的になったと。ある日酔っ払いで飢えていた漁師は腹ペコで帰宅し、夕食を食べたいと思っていましたが、夕食にはスープと骨しかありませんでした。怒り狂ってクリスピンは死ぬまで母親を叩いたが、死ぬ前に彼女は彼がした罪を永久に忘れないよう、川のほとりで永遠に彷徨うクリスピンを呪ったと。7人の少女のメアリーを殺害されるだけでその呪いは解放される可能性があると。怒りと罪悪感にくるんで少年は川に飛び込み命を絶ったと。彼の死体は決して見つかりませんでした。人々はクリスピムが頭に彼の怒りを示す変形した怪物だと言いますと。はい。お、なんか最高のエンドらしい感じ。この人の正体がわかるのかな、最終的に。え？それだけ？お、なんか違う。ようやく私は儀式を行ったが、実際に何が起こるか見定めませんでした。おそらくあまりにも恐ろしくひどい苦悩に満ちていた。十中八九何が起きているのか正確には理解できなかったからです。何もかも混乱していました。二度と暗い森の中で迷いたくないわ。なぜなら私の心にはこの呪われて夜を忘れるのに時間がかかるから。結局何だったんだ的な感じなんだろうな。え、これで終わり？ひょっとして。これがトゥルーエンドってこと？お、でも実績のロック解除したから、これがトゥルーエンドっぽいのかな？謎だ。謎謎。最終結果。怪物からの逃亡。時間。エンディング。グッド。儀式は終わったけど、もうこれで全部終わり？え、まだあるってこと？ゲームの最初に見つかる新しいアイテムがあります。それは何でしょうか？え、っていうかもうこれ終わったよね。いやいやいや、最後まで謎残ったわ。ちょっと実績見てみます？せっかくなんで。すべての実績を表示。はい、今ので実績解除されたのは2つしかないのか。2つしかない？ちょっと待ってよ。はい、ちょっとこれではわからないのでページ行ってみますね。あれからちょっと一つ分かったことがありますので、それをちょっと実行しに行きます。っていうのはなんかね、真ん中、ろうそくの真ん中、取ったお宝になったじゃないですか。これになったじゃないですか。それに、なんかろうそくを何も灯さないで待ってたら、なんかエンディングが、他のエンディングになるらしいんで、それじゃあ最後にちょっとやって終わろうかなと思います。はい。いろんなエンディングがあるみたいですね。で、これで、行って、まあ、ジャーナル更新で、で、ここで、これに行くとここになると、このこれだけに灯すらしいです。こうやってで光がこう刺すと、おお、違うエンディング迎えるよ。これでやっとできたよ。でこれでどうなるかというと、なんか宇宙更新するらしいんですよね。明らかに違うエンディング。はい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 。なんかすごい雑だけど、絵は雑だけど違うエンディングになった。これは何を表してるんだ。彗星が、あの追ってるやつは実は宇宙から来た宇宙人だっていうオチじゃないか、これ多分。そんな感じがする。
なんか宇宙人っぽいもんな。あ、やっぱりこれを返す。やっぱりそうだ。めっちゃ仲良くなってる。グータッチしてるし。絶対そうだろ。UFO エンドだ、絶対。えらい、これが一番凝ってるな。あ、宇宙船だったってこと？ UFO の。UFO っていうか。めっちゃ不思議な終わり方。で、これで多分終わりで。で、あー、実績1個アンロックしたな。はい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 。怪物から逃亡4。時間12分。エンディング、UFO エンド、出た。私たちが人類の最も深い謎の中でどれだけ答えを探していても、真実はそこにあります。出た。UFO エンド。で、結局ですね、今全45中30まで行きました。67% 実績解除まで行きました。はい。ちょっと見ていきますか。今、アンロックしたのがこのビッグヘッド、UFO のエンディングを取得。これを取得したのでいったっていう感じですね。あと、この UFO 関連の、実績ロック解除してますね。で、ランタンから弾丸。ランタンから弾丸もなんかアンロックしてるな。これどういう意味だろう。カラカラより早くっていう羽。これもアンロックしましたね。あと、あのラジオの電池を2つとか、まあ、廊下全体を調査、家の全体の台所を調査、家全体を調査のアンロック。で、グレートエンディング、これに行きたいんですけどね、グレートエンディング。多分最後倒すのかな？なんかそんな感じしますけど、はい。結局すいません。見たエンドといえば、この UFO エンドと、ハテナエンドだけでしたね。またちょっと全実績解除された方情報待ってます。どうやったらグレートエンドで、エンディングいけるか教えてください。では、そんな感じで、実況終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。